森川絹枝は、日本の政治家、実業家。神奈川県愛好郡愛川町長、愛川町議会議員を務めた。石川県生まれ、産農短期大学卒業。1991年、愛川町議会議員選挙に公明党公認で、出馬し、初当選。以後5期20年にわたり愛川町議会議員を務め、町議会議長にも就任した。2013年8月、 公明党を離党。山田富夫前町長の引退に伴う同年10月20日投開票の相川町長選挙に自由民主党、公明党の推薦を受け、無所属で出馬。元相川町議会議員で大学教員の山中正樹を1345票差で破り、当選した。公明党選挙対策委員会によれば、国会議員、地方議会議員を問わず、 地方自治体の市長選挙で自党の議員経験者が当選するのは全国でも市場初。また、相川町市場初の女性町長であった。相川町長就任後、会社経営の経験、ノウハウを生かし、相川町の観光資源の町内外への発信や、観光客像や経済活性化を目指す、部局横断型のマーケティング室の設置に取り組んだ。 2014年3月24日から、腰痛の悪化を理由に休暇を取得。森川が2月に、小野沢豊副町長を退任させて、以降、公認の副町長が、まだ任命されていなかったため、相川町は、町長、副町長が、不在のまま新年度を迎え、4月12日、森川が、新たに、内臓疾患の診断書を提出したため、総務部長が、 町長の職務代理者に任命された当初、森川の療養期間は3月31日までの予定だったが、復帰の目途が立たないため、5月8日に森川の親族が森川の辞職願いを相川町議会議長に提出し、5月31日付で相川町長を退任した。同年6月19日午後0時34分、乱走んのため、 神奈川県愛好郡愛川町中津の自宅で死去。62歳没。森川の辞職に伴い実施された愛川町長選挙では、森川の要請により退任した元副町長の小野沢豊が初当選した。森川絹枝さん、愛川、清川、タウンニュース、愛川町長選挙の告示日は2013年10月15日で、森川絹枝の誕生日は、 告示日の前日。選挙、相川町長選、相川町議補選町長選は、森川氏が初当選、山中氏破る、神奈川毎日、新聞選挙ニュースハット ABC 元公明議員、初の市長当選相川町長に、新人、森川絹枝氏 ABC、選挙、元公明党議員が、初の市長に、政治山相川町長選挙結果差選挙、 マーケティング室は、横断的部署、町長が表明。相川2014年3月6日、神奈川新聞町長代理に総務部長、トップに不在の相川町が、方針2014年4月12日、神奈川新聞。相川町長が、辞職長期療養のため2014年5月9日、神奈川新聞相川町,町、相川町役場、町長の部屋、 町長からのメッセージ神奈川県愛川町長、森川絹江氏市去有名人の葬儀2014年6月20日、愛川町長選、小野沢市が初当選、調整の安定化への支持集め2014年6月30日、かなろこ。ありがとうございます。